納豆 5g。 納豆 5g？ 5g です。はい。フォールで来ましたね。当たってたフォールで。おチビモンだ。小モンだ。小モンでしたね。いいやりました。だいたい75個やかな。お来た。巻いてるとこでしたら来たよって。来ました。こいつはちょっとバツ持ちしろって言われても嫌な感じのやつですね。闇だ。うわ、腹がすごい。すげえ、産卵期なんだ。あ、そういうことか。ああ重い重い。まあまあになってるよ。うん、こう感じかな。すごい。これ何ですか。うん、なんか違うね。何？チーム？いや、ダツ？うわ、バラクーダ。バラクーダ。2、4、55、56個あるよ。なるほど。50オーバーのカマスだよ。すげー。これも地球さんが釣ったカスの、もうカスって言っていけないけど、ボコボコにギザギザになってるな、自分のトレブル。ほとんどメバル表層直下についてるんで、この 3.5 をレンジが愛さえすれば、なんナッツでもワームでも一緒です。ほら漁獲もう漁みたいな釣りしてるぞ。これフリフォールか巻きか。よし、止めたら食った。よし、いや、さすがジボティガイドは素晴らしい。おっと、当たる。乗るかな。すごい。よし。楽しい。これは楽しい。イワシがベイトになってるんですけれど、うん、そういう状況だといいですね。すごいいいです。あ、惜しい。今バイトしましたね。おー、いた、来た。ほら、釣れた。ほら、こんなクリークみたいなとこで。ほら、納豆ジグ 1.8g。 よかった、動画が撮れた。釣れてるじゃない。釣れてるじゃない。俺ゴミで引っかかったのばっかり持ってましたよ今。ハゼ。おお。へえ。うわ、メガネ開くわ。食った。なんだこれ。おお、急に引き出したぞ。お、なんだ。あ、でか。すごい、ダブルフックバッチリかかってるこれ。ほら、キスが釣れて、ウグイが釣れて、九州サーモン。ほら。
ナッツォです。ちょっと早巻きして止めてホール、あ、食った、よし、そういうことか、よし、食ったよ。早巻きしてフォールで食わせる感じね。見えた見えた。あ、しかもいいサイズじゃんこれ。あ、剣先だ。あ、いいサイズ、いいサイズ、普通にいいサイズ。ほら、いいサイズ。いやー、ナイス。キスもほぼ同じ。お、食った食った。おー、強い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 。これはなんか違うものを食った。なんだ？おーい。なんだなんだこれ。お。いや、なんだこれ。あー。割れるな。よいしょ。なんだこれ。ナッツォジグの 5.5 グラムです。しかもなんとアシストフックに食ってたからさ、ハゼ用の曲がっちゃったよアシストフック。いやー、ありがたね。最高。これナッツジグナッツです。こんな感じ。まあナイトゲームなんだけど、このナッツジグを使ってね、まあ大きなメバルはいないんだけど、ここはね15センチから20センチぐらいで、どんな反応を示してくれるのかちょっと試してみます。スローリトリーブ、デッドスローに近いぐらいかな。浮いてやる気がある子がいてくれれば、まあ普通に食ってくれるとは思うんだけど。よし、食った。おお、来た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 。あう、外れちゃって。うわー、かわいい、かわいいサイズ。こんなんだよ、こんな。ほら、手乗りメバル、かわいいサイズ。だから本当に別にテクニックも何もいらないよ、ただ巻いてりゃ釣れるっていうね。うん、巻いて巻いて、おし、食った、食った。お、いい感じで曲がってます。竿がバーブレスなのでテンションを抜かないように速やかに巻いてくる。ズタッラ、よし。いい感じじゃない。チョン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 、テンションフォール、1.8 ナットで釣れるか。よし、食った。あー、すっぽ抜けというか口切りだなこれ。まあね、トレブルフックでアジ釣ろうとするとあるあるです。ね、やっぱりね、アジってジグヘッドが一番向いてるよね、釣りやすい。ジグヘッドをね、ちゃんと針が上向いてくれるので、でフック全体がワームと一緒に口の中でスパッと入ってくれるからしっかりかかるんですけど、ジグにトレブルフックだと吸い込みがね強くない時はなかなかメタルジグ全体が口の中に入んないので、針先だけがねこの横口にかかっちゃうと口が薄いからすぐね切れちゃいますよね。よっしゃ、食った。チャイムがね釣れる合図です。よしよし。お、さっきよりサイズアップしたんじゃないか、アジが。よいしょ。いいえ、まあ、似たのもんか。やっぱりいたよ。今度ほら丸飲みだ、見えるかな。お、丸飲みでもないか、映ってっかな。大丈夫だね。ほら、押した。おお、ヒットしたぞ。ボラではなかった。
なんだこいつ。ネット堤防の先端なんだ。まあ、とりあえず姿だけ見てみようか。結構でかい魚かかってるよ。シーバスか。マルか。マルだな。へい。よし、リリースしよう。あー、疲れた。すげえ。こともないのか。聞かなかったな。これはなんだ。すげえ、すごい綺麗。何？ブルー紫にちょっと濃い紫の縁取りスポット。全体的に。あ。よし、ちょっと強っ。強い、すげえ、いきなり。あ、強い強い。なんだこれ。全く色が違う。黒いぞ。あ、これ前釣ったことあります。これ青の目。え、青の目、青の目、青の目。あった、でかいね、この青の目は。いい魚。ボトムからね、巻き始めてすぐですね。何旗でしたっけ。青の目旗。綺麗だよこいつね。ね、これも大きくなるんですか。あ、もうちょいぐらい。ほぼ最大ですか。いや、うん、うわー、でかい。これ筋やられた。マジマジマジ。バラあった。へい、きれいきれい。よっ、紫ピンクのようなヒレの先が黄色で、これも好きな魚。すごいきれい。僕はとりあえずナットジグにね、テールマッカズミをトレーラーでつけて、こんなセッティングで。あ、こい。あ、で、目がかり済んでる。よし、来た。あ、強いのこいつ。これはこれ思ったより強いぞ。バッチリです。おお、いいじゃん、いいじゃん。ね、よいしょ。でかいじゃないか。でか、こんなシャボにこんなでかいやつだった、はい。でかいのいるんすよ。でかー。れいきなり一匹目からいいのでしょ。ジンベエの船長、岩崎凛太郎が、なんだかあの大和さんの番組でシロアマダイというね、非常に珍しい魚釣ってたんで、あ、俺も釣ってっていうか食べてっていうのがあって、はい、これジンベイ、はい、ジンベイ書いてない、アッコマークがジンベイに乗ってます。ナッツジグのこれヘビーゾーンのやつだけど、 25g のこれぐらいはちょうどいいかなって感じなんで、はい、まあ、ちょっとこんなタックルで釣れるかどうかわかんないけど遊んでみます。はい、わずか 1% にかける男たち。おお、来たぞ来たぞ。よし、乗った乗った。よし、乗った。よし、ドラッグクリッカー欲しいよね、こういうとこ。ズズズズっていうだけで結
結構冷静です、ね、なんだナッツジュグのね、25g クラービなんだこれ最初グニョンって言ったけどね、その後はこっち行ってた、多分コウイカとかコウイカさすがそんな引き方謎ジグお、横に走ってるんですよこれほらほらほら、おなんだこれ、え、そのでかいやつ、コブ、あー本物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 これ白アマダイですよ、白アマダイですよ、これ何これ、レオンさん、レオンさん、幻の白アマダイですよ、コブラでしょ皆さん、僕さっきも言ったと思うんですけど、うん、この魚、持ってる人しか釣れないんですよ、ほ持ってる持ってる、持ちまってるいや嬉しい、よしかまーい、おーし、きたナイスヒラメってできてすぐ釣れるという、おー、まあまあじゃん、ナットヒラメ、ナットヒラメ、なんでもなっておー、地球さん絶好調ダブルヒット、はい、おお。いや、いや本日はこれで終了レベルだよまだ大きいの釣りますよ、これは。最高。うん。バレた。バレたっていうか、切られた。うん。おーし、来たー！おし！なかなかのサイズ、多分。おー、でかいでかい。お、でかいでかいでかい。おー！ナイスタイ。やったー！やったー！うん。やったー！謎だい。謎だい。これがいいじゃん。ナットスリム 45g。 おお、がっつりかかってるね。そうですね。そしてそれにネクタイ仕様で、お、逆付けにしました。なんか船長さんがね、動きがね、あの平らめに反応良くて、うん、ちょっと動きを抑えようかなと思って、ほうほうほう、リトリーブの逆付けの方がいいかなと思って。なるほど、はい、待って、よーし、釣れた、お、来たー。あの、ちょうどティップがうまい具合に入って、それがかに近かったけど、綺麗にかかってくれましたね。おー、で、ナッツオの 65g を使ってました。キャスティングで狙います。よし、わー、一発で食った。おー、オーモン、オーモン、これサイズいい。ああ、強いな、グッサイズこんな感じ。変わってますね。謎ジグ。謎ジグ。あ、ジグに分類される。MAZZO。ナッツジグ。小木くくってる。非常に分かりやすいですね。はい、そっちからちょっと見てみる。これ。
来た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 。なんかでかいぞ。ガリテーロ曲がってますよ。でかい。よかや泣かねえ。よかですね。よかや泣かねえ。大分だもん。大分関係ないから。ね、まあどんな感じで釣られたんですか、ね。いやもう普通にボトムからもう謎ジグの釣り方、ボトムから巻くだけ。巻くだけ。ゴゴゴって来て乗らなかったから、そこからガチ切って落としたら、ゴゴゴゴゴって落ちながら食うから、これ食ってるわと。いやー待望のサビアで。いい思わた上がってくるかな。でかい。イエーイ、いいじゃん。ちょうどいいぐらいのサイズだね、このサビアで遊ぶのに。よいしょ、最高がある。素晴らしい。一人でナッツォ。ナッツォ強いじゃないか。ナッツォすげえな。人がすごいのか、人がすごいのか、両方。お尻ブリブリ振るとこがいいのかもね、やっぱりね。おや、いいわ。うん、嬉しい。最初イカが捕まえてたのよ。またね。うん。おさん、なんだ。やったー。これは嬉しい。すごい。これは大物より嬉しい。しかもいい方。これ大物より嬉しい。マジで。見た、謎ジグ。すっごい。こんなん釣れるじゃん。めちゃくちゃ嬉しい。これ嬉しいな。あるよ、こんなこと。ないでしょ。嬉しいな。すごいな。これすごいね。すごいです。わー、見た。これを、ルアーのターゲットにできたらマジですごいですよ。狙って釣れないんだけど、でも釣れるってすごい。見てこれこれ。やっぱこういうのにやっぱ寄ってくるんですよ、カワハギって。寄ってくるよね、キラキラにね。うん、だからちっちゃいブレードを聞いてるのは間違いない。これはちょっと可能性を感じますね。これユウスケ参ったらさすがに。